皆さんこんにちは、マリモです。ダーツが帰ってきました。さあ、今回からね、また新たに私旅をしたいと思っております。今回もね、ダーツを投げようかなと、まあ、つまりダーツの旅の第2章みたいな感じですかね。ただまあ一人でね旅をしてもちょっと味気ないかなということで、今回から新たなパートナーを加えて旅に出たいと思います。さあ今回パートナーとなってくださる方はもうおなじみなんじゃないでしょうか。早速来てもらいましょう。どうぞ。どうも、以前は応援団長として出させていただいておりましたラバーズ J ノノです。よろしくお願いします。ちっちゃくなったな相方が背伸びします。お姉さんもね、はい、こんな大きくなかったですけど、ちっちゃいですね。妹さんはさらにですね。すいません、なんで謝るのかよくわかんないけど首疲れるかなと思って大丈夫です。じゃあ、はい、せっかく揃ったんでタイトルコールしてみますか。はい、いきますよ。で、覚えてますか。大丈夫ですか。はい、大丈夫です自信なさげだな。じゃあやってみようぜ。はい、はい、いきます。はい、マリモノノノダーツの旅 in 銀座 S スタイル。お、しっくりきましたね。やったこれテイク1ですよ。ぶつけ本番です。ぶつけ本番でやりましたね。はい、噛みませんでした。いつも噛んでるのを見てますどうですか、ダーツの旅。お姉さんがまあ2年半ぐらい頑張ったじゃないですか。その後を引き継いでのダーツの旅だけど、いやー、なんかいろんな不安は感じてますけど、でもお姉さんと仲悪くなったこれは言っちゃうんですか例えば今まで週に3日あったのが週1になったとか、もう月に2回のレベルですよ、もうマジかしかも、うん、もうこのお話いただいた日にもう速攻ちょっと LINE 来ましたからねおいおい、これ掘り下げるかこれ以上いやでも仲いいですよ。大丈夫です、毎日 LINE してるんで。じゃあ、まあ仲悪くなってないということで、はい、で初めてじゃないですか、はい、こうやってお仕事するの我々。はい、いやでもなんかやっぱタイプ違うよね。はい、何ですか、お姉ちゃんと、違います。なんかね、お姉ちゃんよりいい、よく言えばなんか元気。はい、まあ、もちろんその年の差があるから若いですからっていうことなのかもしれないし、はい、若くもないですけど、なんか悪く言うとあんま計画性なさそうだよなそんなことはないですけども、こう若さに任せてブーンみたいなさ、あ、突っ走る系ではありますけど、ね、はい、なんか行きそうだよね。行きますね、突っ走りますね。ラージヒルって感じだよね、ブーンみたいなささあ新生ダーツの旅ですけれども、はい、ちょっとね、ルールなどなど変わってますんで、はい、説明しておこうかなと。実践時間5時間でございます。まあ、ここは以前と変わらないかな。はい、で勝敗は2人の、合計3枚数で決定すると、はい、まあ、このあたりも一緒ですが、はい、実践台がですね、今までは、うん、その、まあ、日本地図っぽく見立てて、はい、あのまあ A 島 B 島みたいなやつ、ね、はい、で2つ島決めてたんですけど、今回から、うん、全然変わります。これが、はい、全く変わります。はい、あの日本地図は あるんですよ、はい、日本地図あって、でもそこには本当の県が書いてあるの、北海道とか、はい、あとは、まあ、東京都とかね、あって、それ投げてその刺さった県にまつわるキーワードが隠されてるんですよ、はい、地図の下にね。でそのそうそう、はい、キーワードから連想される機種を選んで実践すると、はい、いうことなんで、はい、その発想とか連想とかそういうこの頭脳プレイですね、今回は。あ、こっちがちゃんとしてれば、はい、いくらでも何でも打てちゃう。例えば、まあ、例えば書いたんですけど、キーワード人口が少ないっていうキーワードがまあその地図の中に書いてあったとしたら、はい、人が出てこない台ということで、はい、ゴッドとかリノって書いてあります、はい、ということなんです。こういう感じですね。はい、というわけで、はい、まずはね、どんなフレーズキーワードが出てくるか、私たちすでにダーツをやっております、はい、でまたその、キーワードから、連想される台を取っておりますので、そちら模様をまずご覧ください。はい、狙いの県、東京、埼玉、千葉。おお、かな。結構ちっちゃいねこれ。ダーツも新調されたしねあーくそ、栃木、茨城でございました。めくりますか。さあ行きますよ。さすかな、日光
光江戸村日光江戸村から連想することってことね。やっぱ出身の方がいいですか。俺一発目で出身県刺さったからね。でもいや、あの出身見たら結構大きいんでこれいけるよね。上は狙わないように。いきます。ほっ、お、うめえじゃん。姉ちゃんとは違うかもしれない。あれあ、しかも破けちゃったわしかも破けたマリモさん、マリモ情報が、じゃあ俺が日光江戸村で、あなたがマリモ、マリモさん、キーワードマリモ、はい、キーワード決まりました決まりました。おはようございます、お願いします。丸いものと言ったらあれじゃないか、勝負玉やん勝負玉。あとはね、緑、緑、山の不動さんが緑色だから。開いてるかな、開いてる。ここにします。で、取れた、頑張るぞ。おはようございます。日光江戸村から連想するものは勝ってますな、勝ってます。じゃあこれ、これこれこれ、ハゲ狙いですよ。ソウルキャリバーだよ。はい、私が日光江戸村で、日光江戸村から連想される機種、ソウルキャリバーと言いました。なんでですか。日光江戸村って、はい、江戸だからお侍さんとかいるわけじゃないですか、はい、あのソウルキャリバーっていう台が、はい、いろんなキャラが出てくるんだけど、はい、その中に剣豪みたいのがいるんですよ。剣豪みたいのが、そう、はい、三剣っていうね、はい、いうキャラがいて、はい、それがもうまさに江戸時代だからソウルキャリバー取りました。そう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 、まあ、だから見た目はもう完全に西洋のね、はい、台なんだけど一人だけなんです。中世ヨーロッパみたいな感じなんですよ、お城とかが。でも一人いるんです。いるんですか、日光江戸村の人が。でいいですね、まあ、それは大丈夫なんです。 OK、 OK ですね、まあ、こんな風にか、こんな感じで選んでいくんですけど、ののさんは。私はあの、あれは西か、西北海道でマリモ、マリモだったねが出てきて、もうマリモさんに申し訳ない、なんか呼び捨てみたいになってるんでいやいや、いいよ別に出てきて、まあマリモ丸いじゃないですか。丸いものといえば勝負玉。おう、ただなんかマリモも最近ね、なんか年々なんかその水質の悪化かなんか分かんない、丸くならなくなってきてたって。どんな形になってるんですか。深刻な状況なんですよ、だから赤ん子のね、はい、楕円形とかですか。こんなんじゃないのデローンってなってんじゃない。デローンとしてる台でもいいですか。わかんねえよそれこそ。やる気ないやる気ないだよったら負けるでしょはい、というわけで、はい、ダーツの旅1回目、私がソウルキャリバーで、ののさんが北斗の拳編成の章です。はい、はい、さあ果たしてどんな旅になるんでしょうか。では行っていきたいと思います、はい、行きます。銀座 S スタイルは向こうが丘遊園北口から徒歩30秒で着きます。初回はですね、あのマリモというキーワードで連想した北斗の拳転生の章、もうのの大好きな台でいつも打ってるんですが、今日はこれで頑張りましょう。お願いします。あ、チューザーが出てきたよ。いた、テホ弱チェで
広角に上げてスイカで行った。青に青かないだろうね。天国はないね。あ、2ゴロ以内には当たってほしいけどな。今160ゲーム回して238アビシ、まあ、天入っちゃって朝一の状態、まあ、リセットかかってるかも見れてないですし、ニゴロの煽りもないんで、ちょっとこれでこの台はやめます。で朝一台がまだ何ゲームか回されてますけどあるんで、そちらに移動していきたいと思います。さあ、新生ダースの旅一発目、ソウルキャリバーでございます。さあ果たしてどんな旅になるのか行ってみましょうか。この台がヤマサの、まあ、ゲームが元のタイアップ機で、ボーナスプラス ART ですね。でどんなシステムかっていうと、払い出し枚数、これがねすごく大事です。今まではそのチャンス役引いて、そのチャンス役の時に、まあ、あの ART の抽選とかね行われてたんですが、そういう仕組みではなくて、まあ、通常時のチャンスゾーンがあるんですけども、 ART を、まあ、抽選する、そのチャンスゾーンに、お、チャンス名、ある一定の枚数通常時の払い出しがいったら、そこで突入抽選が行われるとか、まあ、そういう感じの仕様なんですね。なので今までの台とはかなり毛色が違いますね。で、通常時がですね、チェリー、スイカ、チャンス名、これは全部リプレイになります。で払い出しがあるのは、この黄色い役、まあ、ベルっていうことにしておきますけど、ベルだけですね。ベルの払い出しが、5枚8枚11枚かな。まあ、その他に一応あの3枚役とか1枚役とか、なんだろう、その役が揃わない形の払い出しもあるんですけど、まあ、そういうのもまあもちろん加算されていくんですが、メインはそのベルかな。でね、まあ、こうやって打っていって払い出しがあるたびに、ここの何でしょうね、このなんかオーブみたいなところに、まあ、こう溜まっていくわけですけど、画面の上のこの目がね、このちょっとおどろおどろしい雰囲気のこの目が開くほどチャンスゾーンの抽選に近づくという形でございます。なので、まあ、この目の開くその幅というかね、がすごい開いてたり、まあ、あるいはその激しい動きをしてたら、まあ、しばらくは様子を見た方がいいかなと。あと、まあ、こういう演出も大事ですね。でね、通常時がこの中押しして右下がりのベル、このベルが設定差が結構でかいんですよ。中押ししないと見抜けないんだけど。なので、で高設定の機械割れが高いんですよ。設定力だと 116% ぐらいあるから、一応ね打つんなら、まあ、6がどんだけ入ってんだって感じもするけどね、ホールのメイン機種ではないから、まあ、一応でも数えながら打ってもいいかなと。中押しするだけなんでそんなに面倒くさくないですしね。ただもうこうやって設定差のある役でうんぬんかんぬんっていうのがね、今日初めてやるんですよ、僕自身。だからまあたどたどしいところもあると思いますが、ちょっとご容赦いただければ。さあ今結構溜まってますね、多分激しい動きが結構見開いてます。さあで通常時がですね、定格と広角とありまして、その差が一体何を生むかというと、
払い出しのあった場合の倍率があるんですね。通常、まあ、定額とか通常とか言われるところは払い出しの枚数だけまあ、そのカウントがね、まあ、減算されていくんですけど、広角に行くと2倍から4倍、2倍3倍4倍のいずれかで、倍率が下がってくるんでね、広角でベル引くと、まあ、その分チャンス役、チャンスゾーンかに早く行くということでございます。さあこの連続演出に成功すればチャンスゾーンですね。あー微妙、あ、いった。さあこれで、メインのチャンスゾーンに突入しますが、チャンスゾーン突入率が結構設定差が大きいんで、本当高設定だともうバンバン来ます。もう感覚的に100分の1ぐらいで来る感じかな。なんでまあそのチャンスゾーンによく入る台は、やっぱ高設定の期待だと上がりますね。でここもやっぱ払い出しが大事です。チャンスゾーン中も、お、スイカかな、チャンス目だ。あ、ホールド。これでこれで最大15ゲーム継続なんですけど、ゲーム2の減算が止まります。でここを押すとですね、ここに10、14、20って出てますね。この払い出し、これ全部合計した分の払い出しが出ればもうこの時点で ART で、1個削れば 25% で、1個削ったら 50% ART 期待ですね。こういう順で削っていきます。左下、右下、上と。ということで、これでしばらくホールドされて、払い出しが発生するまではホールドが続きますんで、まあ、11枚ベルを引きたいところですね。引いて、お、8枚か。さあどうか、ダメか。でラスト7って表示されたゲームとラストゲーム、ラスト0っていう表示のゲームかなは、倍率がかかって払い出しが2倍かな、ダメージを与えられますね。なんで今のゲームで11万役引くと、まあ、22ポイントでしたが、さあまたホールドだ。これはついてるな。お、さらにホールド11枚。あ、ホールド継続なんだ。なるほど。で最低払い出しが、まあ、5枚、ベルがベルの払い出し最低5枚なんで、もう2個は壊せるかな。これでさあ5枚、あと20与えれば ART なんで、お、11取ったじゃん、熱い。わ、すごい。あと何でもいいからベル1回揃えられれば。お、引いたか。あ、引いてない。さあこれで当たってほしい、ぜひとも。よし、イエース。さあ初チャンスゾーンで、撃破でございます。 ART でございます。でこの ART が50ゲーム1セットですね。でこのソウルっていうのを減算していく形でなります。お、チェリーだ。チェリーが一番ボーナス期待度高いです。あ、直乗せした。
で、もしかしたらボーナスが当たってるかもないか。でですね、まあ、この ART 中払い出し枚数に応じてその枚数分がこう減っていくんですけど、通常時と一緒でね。ただこの背景赤い時は広角にいるから倍率がかかるんですね。またなので、まあ、これ11ですけど2倍の倍が倍率かかって20に減ると。でこれをゼロになるとあのバトルの抽選が行われますね。それでそのバトルに発展して勝てば、特化ゾーン、ウォナス特化ゾーンの抽選が、抽選じゃないや、バトルに勝てばウォナス特化ゾーンに行きます。あるいは直乗せか、直乗せか、特化ゾーン、どっちかです。はい、では 2台目に移動してきました。朝一4ゲーム回ってる台ですけど、ちらっと見た感じ絆の様子が良さそうだったんで、でもなー、いや埋まってますけどどうやってこじつけようって感じだよねないよね、丸い、どうやってこじつける、まあ、そういった場合はもう妄想癖完璧なマリモさんに頼るしかないと思うこの台打ちたいんですけどなんか連想できますかみたいないかないかな。いた、キョーチェリーから、だがしかし青いね。青い、なかった、また分かんないじゃん、リセットかどうか。全勝にいってる、連勝だよね。あれ違ったよ、当たったかと思った、シャッター閉まると思ったしかもこれでニゴロ見れちゃうんじゃないの、頑張れば。チョペット足りない、チョペット、あ、赤いかかってんだこれ赤で赤文字だったら最強だよ。180乗っけた、青いけど大丈夫、よっしゃ当たった。ゲーム数109ゲーム、投資が450枚、237ベースでした。まあ、残りがあるんでこの後も期待だね。早い、移動してからは早かった。ここ、はい、ヒーローラ、最近プライベートでめっちゃうまいのね先生。そんなこと言って今日やれなかったらめっちゃ言われるやつだからあんまり言わんとこは。一応投資行ったぞあららら、ら、ありがとう。さあこれでゼロになったんで抽選が行われました。
ここでバトルカードが3つ揃えばバトルでそのままね、でこれが最大6ゲーム続くことがあって6ゲームまでいけば、外れたことはないです今のところ。こういうなんかパチンコの疑似連みたいのがね発生します。あー、これで残念です。あ、赤いドン。さあ今のはね、あれどうなんだろう、あ違うか、今のあの基本白いんですけど今扉赤かったんでチャンスかなと思ったら行きましたね。でこれがあの特化ゾーンに関わるバトルです。でここも払い出しを受けて相手のヒットポイントを削っていってゼロにすれば勝利、あるいはあとあの15ゲームで構成されてるんですけど最大ね、その15ゲーム間終わった時点でこっちの体力ゲージが多ければそれも勝利になってこの場合は直後戦になりますね。で基本的にリプレイ引いたら相手の攻撃なんですけど、リップ3、あ、リップ4か、リップ4以降はこっちの攻撃になります。あとまあチャンス役いた時は、なんかこう追撃というかね何かしら得点があります。これだとまあ連続で攻撃してますから。でさっきは防御力下げてるからこの連続攻撃で結構チャンスな感じでございますが、微妙だなこれ、負けるかな。ただ次からはもうこっちの攻撃なんであと2ゲームで削り切れれば、あ、もうこれ多分勝つな。あ、三つ剣、これ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 が三つ剣ね。江戸村でしょ。ちょっと違う気もするけど。さあ勝ちました。いきなり勝つとか結構いいよ、いい展開だよ。さあこれでなんか結構大層な名前の特化ゾーン行くんだよね、なんかジャスティスなんとかっていう最近の、そうそう、ジャスティスオーバードライブ最近の流行りみたいな感じだけど、でこれがねちょっと手止めて説明しますけど、払い出しかけるキャラクターで、上乗せゲーム数決まるんですよ。で今出てきてたのが主人公なんであいつは基本的にその倍率がないです。だから11枚の払い出し受けたら普通に11ゲーム乗ると。でそれがねキャラによってその倍率が結構変わってくるんで面白い、ここが面白いのよ、ここ面白いし結構やれるんでここで。で例えば次のやつとかだと結構倍率がねいいのでここでベル引ければ熱かったんだけどな。ここにまあカードがずっと表示されてるんですけど、お、これだと連打、連打の多分この継続率でやってたと思うんだけど、今26ゲーム乗せましたよと、11枚の払い出しだけどね。カードのこの背景がね緑とか赤もいたかなっていうやつが出てくるとたくさん乗せられる可能性があるので、そこでベルを引きたいということですね。チャンス役かもしれない、あ、チャンス役だ、あの S がやったら必ずチャンス役だ。でチャンス役いくとこの4回、まあ基本4回なんですけど、4回か7回で基本4回なんですけど、またそこになんかこうね4回乗せたり1回乗せたり、まあその上乗せ回数が増えていきます。お、これ分割上乗せです。あ、4分割、あ、でかい、結構44、もっと分割することもあります。あ、ジークフリートですね、これが結構ねでかく乗ることがあるっぽい、僕乗せたことないんですけど、あるか1回、あんま大したことなかったんだけど、だからこの主人公をやり過ごしてこの次のキャラでベル引ければいいというね。
さあここだ、結構な勝負どころ。来た、何ベル、あー11枚ベルだ。あ、55、あま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 あいいんじゃないですかね、最初にしちゃう。でこれで4回乗せたんで終わりです。130、平均104とか5とかそんなもんなんですよ、この特化ゾーンの上乗せが。ただやっぱね、平均なんで、まあ、500とか一気に行くこともあるから、ここが結構ね、その引きとタイミングでいろいろ変わってくるから、これを結構ね体験すると、あ、面白いじゃんこの台ってなりますね。体験できないまま ART 駆け抜けるケースも多いから、これを最初に何回か食らっちゃうと、なんだこれってなんか、ただ増えるの遅いだけだ、大じゃんみたいな、今の AT 機に比べるとねってなっちゃうんだけど、ジャスミスなんだなんとかを、突破ゾーンをなんとか体験してほしいです。未来を大切にしていこう、みんなの幸せ育むさい、触れ合い育む銀座さ。これがね、すごい強いキャラなんです。さっきの本家ゾーンで出てベル引ければ20倍になるキャラで、あ、ボーナスだね。さあ、追加でボーナスですかね。いやー、呼ばれろ、呼ばれない。こう、順に踏んでってる。狙うっつってもさ、どこに何やっか分かんねえから、もう日本の真ん中あたり狙いますね。うわっ、ギリ愛知県かな、これ愛知県、滋賀、三重、愛知のあたりですね。ここかな。てってて、ヒコニャー、ヒコニャー、頑張れ。あ、青刺さっちゃったじゃねえかよ福井、京都に刺さっちゃってるよ、ほら、ちょっとめぐってきて、ここか。はい、安式会館、はい、僕が、滋賀、三重、愛知を抜いてヒコニャンです。で、野々太郎さんは福井県、京都府で、安式会館、何なんかあれだよね、あの勉強になるよね、はい。LINE アットでは私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信中。